はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムイフ白夜王国編、では14章ですね、やっていきたいと思います。まあ、とりあえず14章始める前にちょっと町の方で、建物ですね、なんか新しく建てられるじゃなくてレベルアップできるようなのが増えてるんで、ちょっとこちらを覗いてからやっていきたいと思います。白夜の武器をレベル2にアップしましょう。うお、燃えた、火事だ道具屋も火事だでかくなってるし、しかもくじ引き屋も上げとこう。龍脈足りてるこれ、ちなみに今いくつあるんだよ。あ、9か、下にあったな。食堂も上げとくか。 OK、 とりあえず象とかマジ上げる必要あるの？リリスを強くすることをできます。んー、まあいいや、ここら辺はとりあえず今はサポート系の武器屋から覗いていきましょう。よく来たの。おお、レベル1のくせに生意気だな。おお、いっぱい武器がある。これか、銀の刀、戦闘後能力減点、一撃必殺系か。コダッチ、これなんか1個持ってたな。ヒト射程2か、射程2ってねだいぶいいんすよね。やっぱり3すくみを逆転させ3すくみ効果を2倍に。あ、いいね。つくってかすげえいっぱいあるんだけど。在庫そのものは1個ずつしかないけど、魔物特攻、あーすごいな、剣なぎのなぎなた。あ、特性は多分みんな一緒ですよね、武器の種類が違うだけで。弓だな、弓も増えてるな。でこれがセールになってるか。あ、これいいな、技速さ守備防御プラス3。うん、すごい。またちょっと装備を整えてる時間はないんで道具屋を見てみましょう。いらっしゃいませ。何売ってる？あ、秋祭り持ってる、持ってるじゃなくて売ってる。3つか。でもこれすごいっすよね、射程1から10。冬祭りも3。これ在庫ってどうやって増えるんだ。敵が魔法杖を使えなくする、すげえな。敵の最大ヒットポイントが半減章の間、これもすげえ。これボスとかに効くのかな。3個しか使えなくてなおかつ在庫が1個しかない。特効薬はヒットポイント40回復か。ここら辺はいいかな。あ、マスタープルフとか売ってる数が増えてんな。なるほどね、ちょっとまだいいかな。じゃあくじ引きだけ引いていこう。いいものが当たりますように。よく来てくれたの。白くじって白いくじ以外もできるのか。そうするとコロン、なんか微妙な色だな。なんだこれ、当たりじゃな。特に良くもないが悪くもない。お、鉄の手裏剣、まあいいか、またという感じでレベル2になったので、まあまた行きますか。第14章、何これ、柔らかく光散りて。シバリエ公国でついに龍馬と合流を果たしたミカミックスたち、集結した白夜の兄弟たちは皆で力を合わせることを改めて誓う。この世界に平和を取り戻すために。行くぜ。ここ今どこだマジで全然わからん。光散りてってことはなんかあんまりいい表現じゃないな。龍馬スーパーサイヤ人だな。ここが反乱軍の隠れ家になっている。この場所はアンヤの兵にも知られていないから安全だろう。さっきは危なかったなミカミックス、他の皆もな無事で何よりだ。龍馬兄さんもよく無事で。龍馬兄様、よかったです。大丈夫だとは思ってたけど心配だったよすごく。これでやっと兄弟全員揃ったな。すまない、お前たちには迷惑をかけたな、心配をかけたなここまでの道中は険しい道のりだっただろう。だがお前たちはそれを乗り越えて俺の元まで来てくれた。俺は兄としてお前たちを誇らしく思う。お前たちがいれば恐れるものは何もない。兄さん、そうだね、僕らみんなの力を合わせてきっとこの戦争を終わらせよう。へえ、頼もしいね。これが龍馬の兄弟たちかい。あ、すまない、自己紹介が遅れたなじゃなくて紹介が遅れたな。
こっちにいるのが弟のミガミックス、それから同じく弟の匠に妹のヒノカ、アクア、サクラだ。ん？匠？ヒノカ？アクアにサクラ？どこかで聞いたことのある名だ。確かそうだ、白夜王国の王族の名。じゃあ龍馬って。そうだ、俺は白夜王国第一王子龍馬。あんたじゃなかった、あなた様が王子？別に今まで通りの言葉遣いで構わないさ。黙っていてすまなかったな、クリムゾン。だがいくら反乱兵といえど白夜の王子をよく思わない者もいるだろう。仲間として信用されるまでは名乗らないでおこうと思っていた。そうか、そんなことなら早く言ってくれればよかったのに。実は白夜王国とは祖父が国王陛下にお仕えした関係なんだ。何？そうだったのか。ああ。一度は騎士を目指した私が白夜の王族に出会えたのも何かの縁。龍馬さえ迷惑でなかったらこれからは私もお供させてくれないかい？ありがとう。クリムゾン、お前が共に来てくれるのなら心強い。いいってことよ。ところで龍馬兄さんはどうして反乱軍に？そうだな、味方は多い方がいいと思ってな。白夜の領内にもいくつか暗夜側についている国や部族がいると聞いた。ならばこちらも暗夜の領内に味方を持つべきだと考えたんだ。そこにちょうどシバリエに反乱軍ありとの情報が入ってな。暗夜に渡り反乱軍に潜入し味方につける好機を伺っていたということだ。私は見事にその策にはまってしまったというわけか。まあこちらとしても暗夜に対抗する戦力が多いのは好都合だ。喜んであんたたちに味方させてもらうさ。ここも昔は誇り高き武術国家だった。暗夜、白夜問わず優秀な騎士を輩出していたのに、暗夜王国が支配を強めて騎士の自由な育成が困難になってしまった。今じゃ広告から出るのも一苦労さ。私はこの状況を変えて昔のシバリエを取り戻したい。ただそれだけなんだよ。だったらなおさら早く戦争を終わらせてシバリエを元に戻さないとね。なんだ今の爆発音は。まさか暗夜軍が。バカな、この場所は知られてないはずだ。とにかく様子を見に行くよ。砲撃か。何があったんだい。クリムゾンさん、周りを暗夜軍に囲まれています。何人かが外に出て交戦していますが、おそらくかなりの犠牲が出ているかと。なぜここが分かったんだ。もしかして私たちの中にまだ誰か敵に通じている者がいるのかもしれないわ。まさか。そんなはずはない。そうね、私もそう信じたいわ。けれどこうして私たちが来た途端に襲撃を受けているでしょ。悔しいけど内通者がいるのと考えるのが自然よ。そんな。いいか、とにかくこの隠れ家はもうダメだ。無事な者を全員連れて逃げよう。奥に秘密の地下通路がある。そこを使えば戦闘を行うことなくこの場を離れられるだろう。でもここからどうすりゃいいんだ。他に行くところなんて。このまま暗夜王国に行くのはどうだ。龍馬、何を言い出すんだ。あんた死にたいのかい。しかしこのまま逃げ回っていても戦争は終わらん。いつかは暗夜王国内に乗り込みガロン王と戦わないと。ミカミックス、お前もそう思うだろう。龍馬兄さんの言う通りだ。だが、ね、クリムゾン、もし君が反乱軍のみんなが本当にシバリエをと元に戻したいと思うのならついてきてくれないかな、僕たちに。ミカミックス、いい目をするじゃないか。わかった、行こう。暗夜王国との国境に。反乱軍の仲間たちもきっとそれを望んでいる。よし、じゃあ決まりだな。みんな急いで出発の準備を。結構ゆっくりしてんな。立ち止まってる暇はあるのか。この先が暗夜王国との国境。こんなところまで続いていたのか。本当は私たちも思っていたのさ。いつか暗夜王国に攻め込む時が来るかもしれないってね。その時のために通路だけは作っておいたんだ。まさか使うのが今日になるとは思っていなかったがね。すまない、クリムゾン。いいってことよ。あんなことでもなけりゃ私たちはずっとあの隠れ家でくすぶっていた。いい機会だったんだよ本当に。だからほら、そんな顔しないでよ。うだ、鎧殴ったら痛いだろう。クリムゾンも。うわ、
クリムソン、いきなり背中をバシッとやるのはやめて。ふん、もうすぐ出口だぞ、ミカミックス。なんか軟弱だな、俺。ここが？うわ、すげえ軍勢だ。すごく立派な城壁だ。それにアンヤ軍もあんなに。聞いてくれ、みんな。この国境を越えたらもう後戻りはできない。いや、もしかしたら越えることさえも叶わないかもしれない。抜けたい者がいるのなら 今のうちに行ってくれ。心配はいらない。私はどこまでも共に行こう。行く先に何が立ち塞がろうと、お前のことは私が守ってみせる。一緒に行くよ。僕だって白夜王国の王子なんだ。ここで背を向けてみすみす逃げ帰るわけにはいかない。私もついていきます。ミカミックス兄様のお力になれるのならどこにだって参ります。白夜での戦いはお前を成長させたようだな。さすがは人痘八頭の神に選ばれし者。俺もお前と共に戦おう。ええ、私もついていくわ、あなたに。他のみんなも同じ気持ちみたいよ。みんなありがとう。では行こう、アンヤ王国内に。ここにいる全員で国境を越えてみせる。どうやって越えるんだよ、この軍隊は無理だろう。え、マジで正面突破すんの。相変わらずのアホだな。ちょっとまた、まあアクアオロチ、ちょっと待って、誰がいるんだ。リョーマがいるな、これ出そう。クリムゾンもいる。ドラゴンマスター、何こいつ、すげえ出そう。で夕霧出すだろ。で飛んでる人、これもう2人いるってことはさ、椿とヒノカちょっといらないんじゃないか。ヒナタ、フェリシア、サイラス、モズメをどうするかな。一応出すか、と5人出せる。サクラも出すだろう。サイゾー、マップ的なもので扉と宝箱さえあれば。これ扉床か。ブノワとかいうやつがいるんだけど、ちょ、サイゾーは今回見送ろう。おぼろ、たくみ、あと1人か。そうするとどうしようかな。錦出してみようかな、レベル14。うん、これでいこう。一回も戦闘したことないからな、錦とか言って。ちょっと左右から攻め込まれそうだな、真ん中のところに。陣形をうまく組んでいかないと。いや、それとも左右に散らすか。少しドラゴンマスター、こいつ射程にあんの。うわ、弓兵か、やばいな。こいつも弓兵か。そうすると、じゃあちょっとここら辺かな。あんまり突出しすぎると確実に死ぬからな。龍馬、もう3人でいいだろ。でこっちもちょっと歩兵3人を向かせよう。ここら辺、モズメちゃんと、サイラスをこっちに向かわせるか。正面、これどこまで来れる？うん、大丈夫だな。ちょっと飛行系のやつは中心に集めないと危険度が増すから。だと左右に散れるような感じで OK。 来たか、俺がついている。よし、ナイスだ。かわすとかなりでかいからな。潰してやる。あいだー、2か。うおー、めっちゃ来たー。大丈夫だ。だが返り討ちにしてくれる。ありがとう。ナイスだ。うわー、機動力が半端ない馬。ほら、両馬つえー、経験値1しか入らない、強すぎて。すごい。一応こいつらも攻め込んではくるか。クリムゾン、あーダメだ、射程1だこいつ。倒せるか一発で。27、倒せんな。おーらー、いいねー。ダメだ、
強いけど全然経験値稼ぎにならないから、どうしようかな。もう爪で、強い。パラディンか。なんかすげえマジで強そうだな。いいや、とりあえず一回攻撃しよう。これで頑張れよ。せいや、うわー、2、硬すぎだろ。よし、あとはひなた。うわー、ダメだ。かなり危険度が高い。ドラゴンナイトをやっぱり再度かけるか。お前に託す。強い。気をつけて。はい。ノーダメージ。無駄無駄無駄。お、結構経験値入ったな。やっぱ強いからか。とりあえず匠でこいつをぶっ殺す。せいやー、すげえな。おぼろがちょっとな、減ってきてるよな、龍馬で。この三人衆をどう倒すかだな。まずはこの危険のやつは、うおー、非常に危険です。倒せるよね。ちょっと待って、マジで射程2のやつ、こいつか。まあいいや、とりあえずは攻撃ができるから。くーない。で、やっぱり倒すべきだな、こいつは。一発で倒せるはずだ。24、23。やばいな、あぶねえ。せっかちなかった。で、このキツネ、キツネって射程1か。フェリシアちゃんで、よし、減らしとこう。さあ行くよ、ちょっとでも。終わってないよ。弱すぎる、なんたる弱さ。で、さくらで、春風だな。節約できるところはちゃんと節約していこう。こいつに来るか。さあ、いらっしゃい。やばい、殺された。うおー、運勢が悪いか。これも殺されるか。大丈夫か。おー、殺した。すげえすげえすげえ。まずこいつらを殺さなくては。射程2がやられたのはでかいな。やばい。おい、入った。綺麗。フェリシアで、フェリシアで行こう。残る。ダメだ、このキツネを投入するか。キツネちゃん初戦闘だな。おお、変形した。お、なぜか機械みたいな声が。こいつの強さがいまいちわからんな。クリムゾン、少し真ん中に集結させるか。ひなたもサイラスも減ってるからな。で、こいつで回復させて、で、再動をかけて復活させよう。復活じゃねえ、回復させよう。ライブもなくなってきたな。オッケー、16レベル。龍馬は多分強い。牽制だ、そういえば。おぼろとタックミーをつけて、あと回復するやついるか、いないか。
こっちも前線に出そう。来た。うわ、今すげえ敵が。マジかよー。これを突破するのか。待って、うん、なるべくなら迎え撃つ方向で行きたいけど。戦うしかない。はいはーい、反撃できるのはでかい。よし、この弓兵はマジ危険だからな。倒せるか。倒せるよな。セーバーいた。よし、あとはあそこの弓兵を。匠どこだ、匠切り札匠いける。ほら、おーし、僕だって強いんだ。マジ強いよこいつは。匠は最強だよ。少しこっち、うん、クリムゾンどうしよう。左の方に助け立ちに行くか。メイドちゃんが減っちゃったかな。自分で回復できないっていうのがな、結構痛いよな。こいつはちょっとどっちにも行けるように、とりあえず歌って踊っとこう。ヒットポイント的には大丈夫だな。よし、狙ってきたか。引くわけにはいかないよ。うん、硬い。よしよしよし、ほら、オッケー。助かったよ。パワーあんな、クリムゾン狙ってきたか。で最近ちょっとこいつら火力不足になってきたからな。魔力とか上がっても力が上がってない。何、弓兵狙ってきたか。痛い。攻撃で1残るか。まあいいや、反撃されないし。力を合わせよう。おい、うわ、刺された。マジか。最近俺あんま活躍してないな。待っていたぞ。せいや。勝てたね。結構上がるな。レベル19かも。お、人みたいなのを手に入れた。そうだよな、ひなたで倒そう。大丈夫よ。ほら、ギリギリだな。悪いな。お、B になった。その割にはな、なんかあんまりダメージが通らないな。サイラスを回復させて、タックミーを回復させなくては。ライブあと4回しか使えない。一応相手のこの機動力も全然進めないじゃん。アーマーナイトってことはアーマーで切れるのか。少し陣形を整えよう。匠がいけるところ、ここだな。すげえな、やっぱコウギリ最強だな。レベルアップ、ちょい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 と。ん、まだヒナとかちょっと減ってる。回復させよう。お、7か、結構減ってたな。クリムゾンの機動力が半端ない。リョーマは少し前に出すか。うん、これでいこう。キツネあんま強くねえな今思うと。アーマーナイト、ここか。攻撃、アーマー持ってるでしょ。アーマーキラーぶっ殺せる。よし、
100% だよな。大丈夫だよな。アーマーキラーを初めて投入するな。すまない、お前には何の恨みもないんだが、逆らえば死ぬのはこちらだ。せめて一撃で決めよう。それはこちらのセリフだ。一撃で決めてやる。うわ、くらえ。俺は最後まで戦った。これでよかったんだ。回復させなくてビーストキラーを手に入れた。この人をとりあえず送っとくか。でまた例によって匠で殺すと。たく、私はただの国境兵なのに、てめえらのせいで面倒事が増えたじゃない。口が悪いな。悪いけどさっさと死んでくれない？死ぬほど目障りなんだけど。そう思うなら俺が楽にしてやるよ。マジで？何よこいつら、ほんと面倒だわ。これってさ、死んでるの？それとも。お、地揺れで敵全員ダメージを与える。すげえ。使おう。その前にちょっとヘリシアで回復。3回あと。たったと。ソシアルナイト機動力高いよな、やっぱり。キツネ、キツネいらなかったな。くっつけるか、キツネ誰かと。こいつの機動力も半端ない。行くぜ、龍脈。ほらドコーンと。超強いんだけど。え、マジで？もう一回撃てんじゃん。知らないよな。歌う。これもう一回やっちゃう。え、敵全員ってもしかして自分食らうとかあるかな。敵全員にだもんね。おりゃー、ドッコーンと。これ多分ね、龍脈で倒しちゃうと経験値ね入んないと思うんだよね。なんでちょっと龍馬ここに置いて、ソシアルナイトはいけるな。手あり、数は減らしとかないと。おい、プスッと。いやいや、だから手強くないって。あと機動力の高いのはコウギリちゃんだ。やばい、これはちょっと前線に出すと死ぬ恐れがある。匠にするか。なんでコウギリはちょっとここだな。ダメージを食らわないところで、かつ前線に送り込む。もうズメちゃんもな、全然活躍してない。ひなたもな、最近活躍してないな。このキツネはいらなかったな。容赦などいらない。おお、ナイスだ、かわした。 42% かわせるか。うん、かわせなかったか。これは返り討ちだな。おお、ナイスだ。匠18レベル。魔力ゼロ。魔力ゼロかいな。こいつはもう最終兵器としてここに君臨させよう。なんで奥から行きたいよな。無理か。ちょっとずつ進めるか。まずサイラスで倒すだろう。でサイラスはここで壁になってもらうと。しまった、槍になってた。まあいいや。モズメちゃんで、匠はちょっとここら辺に、こっちのところに行くか。ちょっとモズメちゃん期待の星だからな。寮生長みたいなのがあるから。
かってこい。行くぜ、オーディアン。いい塩梅やな。で、龍馬はこっちに派遣するか。おぼろもこの辺に。コウギリ大丈夫か？いつでも散れるところに。アクアどうしようかな。とりあえず歌っとこう。こいつちょっと減ってるな。これ別に龍脈使わなくてもいいんだもんね。でフェリシアで回復させよう。あと2個、次補充しとかないとな。補充し忘れると最悪だからな。補充し忘れる可能性も存分にあるからな。一緒に行くよ。痛い。おりゃー、手ごわかったな。これで17か。なぜか魔力が上がった。上がらなくていいのに。痛い。なんだ、謎の攻撃を仕掛けた。負けられんからな。1かよ。18くらいのか。やばい。おお、かわした。ナイスだ。おお、いいね。勝負あったな。お、ちょっと経験値入った。20ちょい入ったな。力を合わせよう。うお、強い。マジか。タックミーでもこれしか当たらない。やばい、死ぬ恐れがある。てか死んだ。 78% かわせないと死ぬ。すまない。わあ、俺は撤退する。必ず死亡者が出る。ああ、これかわしてなかったら死んでたな。龍馬が死ぬとかなりきついぞ。負けられんからな。なんか今首吹っ飛んでいかなかった。あんまよく見えなかったけど。龍脈使うの。そうするとこいつらの経験値欲しいけどな。いいや、使わない。自力で倒そう。なんでまずは桜で龍馬を回復させる。夏だな。チャリーン。でこれでコウギリの出番だよ。マジで強い。コウギリの力をもってしてもこれか。硬すぎだな。いやいやいや。シャキン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 。で、ここに誰を派遣するかだな。モズメいけるか。ダメージ当たるか。通るな。通るよね。4。あ、これ援護攻撃で倒せるパターンだ。危ねえ。ナイス、匠。助かったわ。本当だよ。よしよしよし、力が上がった。この調子でガンガン行くで。で、ちょっと一回匠で攻撃をしよう。てか倒せんな、匠で。ほい。最後は僕だって強いんだ。よし、オッケー。アーマーナイトはとりあえず排除した。あとはちょっとまた回復だな。あー、ライブ1個か。どうしよう。こまめな回復は必要だな、やっぱり。ダラララララーっと。こんなもんでいいや。攻めてくるか。攻めてこないな。春で回復させよう。ん？こっちかな。なるべく節約していかないと。来るか。来ないな。ちょっと行かないとダメか。ここ何兵だ。バーサーか。三分割か。モズメと匠だな。こっち龍馬派遣するか。いや、待って待って待って。狐の使いどころがいまいちわく。うわ、あ、危険だ危険だ。やっぱ龍馬で行こう。でお供にこいつを連れてくか。
で真ん中はもう攻撃だな。これこいつをサイドをかけて、いやこれ自信がなかったらかなりきつかったな。まあそういう面なんだろうけど、オッケー弓兵か、しっかりしなよ。痛い、気をつけろ。痛い、もう爪で倒せるな。 74% 外れる可能性があるな、これ。おりゃー、オッケー。うまいこと言ったみたいや。この18、こいつをどうするかな。こいつはもういいかな、しょうがないな。34×2 って異常だな。よし、じゃあちょっと地響きを使いますか。流脈発動、ドン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 。すげえ。攻撃をもうちょっと、あ、地震じゃ死なないんだ。なんだよ、じゃあ使っとけばよかったな。クリムゾンもこっちから行って左右に分けるか。おぼろだな。で、キツネ、フェリシアはちょっともう回復がなくなっちゃったからな。来たか、モズメ狙われた。27攻撃、死んだー。バーサーカー強えな。うおー、こんなに強いなんて反則や。確かに反則だよ。やばい、向こう匠しかいない。守ってやるよ。おお、龍馬強え。見事だった。あ、ボトルアックスか、ボルトアックスか。お、魔法使い。なんか疑った。まあいいや、匠で殺すか。ほい、ナイス。レベルアップ。よし、19レベル。おお、 B に上がった。熟練度がないとね、武器が使えないですからね。攻撃でこいつを倒そう。いけんだろ。 74% 相性が悪いかしょうがない。あたり、 OK。 安らかに眠れ。あとこのバーサーカー的なやつはとりあえずフェリシアでちょっとだけでも減らそう。よいしょー。おお、そうか、魔法だから反撃してくるのか。で、おぼろでいけるっしょ。行きましょう。よし、どうでん。うお、すげえ経験値。こいつようやく14か。おお、ボルトアックスゲット。だいぶ倒したな。キラーアックス、オッケー。この程度かい。これさ、主人公のドラゴンよりさ、こいつのドラゴンの方が強そうなんだけど。見た感じ。キツネでいくか。出遅れた、だいぶ出遅れたな。一応こいつで歌っといて。で、一言いくつだと3しかないよ、こいつ。ダニエラって、うん、主人公でとどめを刺すか。アーマーキラーになってっから雇の神だな。この大軍相手によくここまで来たものよ。ご褒美にむごい死をくれてやろう。お前さ、地震使われたことさ、何とも思わないの？まさか龍脈を使ってみたいな。ありえんことだ。
君アホな。お、マックスなしレベルが20レベルでマックス。マジで。なんか職業変えないといけないのかな。勝てたのか僕たち。ミカミックス、俺たちの勝ちだ。ここはもうアンヤ王国内だ。ついにここまで来たな。よかった。しかし休んでいる暇はないぞミカミックス。我々が国境を破ったことはすぐにガロン王の耳に入るだろう。王城からアンヤ軍が来るのも時間の問題だ。そうだね。今日はひとまず森の中に身を隠そう。アンヤの闇に紛れればしばらくは休めるはずだよ。なるべく体力を回復して明日からの進軍に備えないと。よし、では森へ急ぐぞ。アンヤの地理は偵察済みだ。俺が案内する。どうやって偵察したんだよ。こいつどこに来たんだ。なんだか眠れないな。今日はいろいろなことがあったから少し気が立っているのかもしれない。あれ、向こうに誰か人が。ん、アクア、どこに行くんだ一人で。アクアも眠れないのかな。ミューズ国境を出て以来体調はいいみたいだけど心配だな。それにアクアの歌う、あの歌、あの歌は一体何なんだろう。考えてても仕方ない。少しだけアクアと話をしに行ってみよう。ストーカーだな。この辺りにいると思うけど。歌声、向こうの方から聞こえてくるな。いたいた。水の中に墓入って一体何してるんだろう。ミカミックス、見たな。見てはいけないものを見てしまったな。後をつけてきたのね。すまない。ちょっと聞きたいことがあって。ん？聞きたいこと？うん。今アクアが歌ってた歌のこと。風魔広告で匠がおかしくなった時、アクアの歌で正気に戻ったよね。それにミューズ広告でショーに出た時もその歌を聴いている間だけはアンヤ王国の兵士たちが落ち着いた表情になっていた。イザナコ王の占いでも歌詞が出ていたし、アクアのその歌って一体。それはあなたには関係ないことよ。え、ごめんなさ い、 あなたは先に戻っていて。明日も早いわ。休めるうちに休んでおかないと。アクア、はぐらかさないで聞いてほしい、じゃなくて話してほしい。君はいつもそうやって歌のことも自分のことも何一つ話したがらない。でもそんなの寂しいよ。僕たちは仲間じゃないのか。ミカミックス、うん、どうした。うわ、また麻薬が切れたか。アクア、どうした。なんでそんなさゆっくり近づくの。お、なんだそれは一体。お、蝕まれていく手みたいになってたな。呪いの歌か。これは一体。もう平気だわ。ごめんなさい、変なところを見せてしまって。いや、そんなこと全然。それより今のって、お、本当に呪いだ。これは呪いなの。え、呪い。ええ、私はある特殊な血を引いているの。あなたたちを励ますような歌は問題ないのだけれど、あの歌を歌うときだけペンダントを媒介にして特別な力を使うことができる。まさか。それって操られている人を正気に戻す力。そうね、よく言えばそうだわ。けれど力を使う代償に呪いが降りかかる。どこに隠れていてもこの呪いからは逃げられない。なんだって。どうして今まで黙っていたんだ。もし知っていたらアクアを苦しませなくて済んだのに。呪いを受けながら力を使う必要なんてないんだ。ありがとう。
ニカミックス、その気持ちとても嬉しいわ。でもこの力はこれからの戦いで必要になる。あの歌を歌わなければガロン王を倒すことはできないの。あなたの望む平和はやってこないのよ。心配しないで。しばらくは苦しむけれど、こうしてすぐに元に戻る。前だってそうだったでしょ。別に死ぬわけじゃないんだから平気だから。あなたは戦うことをためらわないで。私の歌が必要ならいつでも頼ってくれていいの。私はそれを望んでいるわ。アクアなんてけなげなやつなんだお前は。でも無理はしないでくれ。たとえ平和のために必要でも、アクアが何度も苦しむなんて嫌なんだ。そう。優しいわね、あなたは。世界中の人がみんなあなたのような心を持っていればよかったのに。アクア、ごめんなさい。ミカミックス、歌のことをずっと黙ってて。私たちは仲間なのにね。こんな夜更かししてたら明日に響くだろう。というところで第14章ですね、終了して、また次回やっていきたいと思います。